奈良市青山に住む東二羽子容疑者は先月4回にわたり近くに住む女性の車にガムを吐き捨てたり駐車スペースに使い捨て回路の中身などを捨てたりした疑いが持たれています東容疑者は猫に餌をやっていたことを注意されたことをきっかけに近所の人に罵声を浴びせたり車にガムを吐きかけたりするなど6年近くにわたって嫌がらせを繰り返していたということです

クソ鬼ババアに罰が当たったと話しています。